あ、こんにちは、ボアリです。ボちゃんです。ママとポポちゃんです。今日は大阪の天王寺動物園に来ました。最後まで見てねー。ガーココイル。自動販売機も、わぁ、お、かわいい。行く。めっちゃいい天気。これ見て、これがハルカスやで。もうすぐ抜かれるけど、今のところ日本一高い建物のあれがハルカスです。すごい、天使バール伊藤は通天閣やで、そうそう、通天閣やん。二人っ子や、二人っ子。天使バール伊藤は嬉しい。なんか美味しい。来た来た。ここへ。じゃあちょっと見て、キリン。イエーイ。ウェブでチケット買ったんで、このまま見せていきたいと思います。お願いします。すごい、もう動物の匂いしとんで。何おるの？何がおるんやろ。なんかヤギおる。ヤギおんで。やっぱ一番涼しいとこにおるわ、ヤギさんも。あ、日本ではモルモットって名前やけど、ほんまはテンジクネズミなんや。じゃあうちはこれからモルモット見たら、あ、テンジクネズミやねんでって自慢したろ、みんなで。食べてんな。こっち。うちはグリコのマークよりも通天閣の方が大阪来たでーって気持ちになるけどな。おっとおっとおっと、カメや。カメや。雪亀とマーラやって。カメの横見て。ほら、カンガルーみたいなおるやん。ここいる。鳥の楽園。ジュラシックパークを思い出しますね。ペンギンの足跡。ここに。じゃあ、欲しいな。あ、もうここは鳥と一体化になれんねや。ここに鳥がおってもおかしくないねんで。あ、すごいわ。あ、見て、あの上。おお、すごいすごい。わあ、ママみたい。なんでママみたいの？え？大都会の真ん中やのに、なんかジャングルに迷い込んだみたいになってんな。ママ。あそこ見える？トド。世界の大温泉、スパワー。うちあそこで一回似顔絵描きに行ったことあんねん。中すごいで。なんかテーマパークみたいやったわ。世界の大温泉、スパワー。どこへ？暑いから水遊びしてるで。わわ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 。すごいな、遊んでる。クマよ。来た来た来た。お尻だけ見えとうわ。ノーボイスのアイスキャンディー食べたくなってきたな。私もなあ。あれ、レストラン。あったあった。種類めちゃめちゃあるわ。お子様もあるし、ステーキからお好み焼きから何でもあるんやな。いただきます。いただきます。ピカピカカレー。ねえねえ、こうやって食べれるの？食べれんで、それ甘い。甘い、おいしい。うん、冷たくて美味しい。呼ばれました。じゃーん。ヒターで、ヒターで長ーいお付き合い。京都銀行。お、めっちゃ美味しい。パンがな、めっちゃ美味しい。
美味しい。美味しい。赤ちゃんの時食べてたやつ。アポロ。美味しい。美味しい。レッサーパンダ買いました。あ、ご飯食べてんねん。全部がピンク色ちゃうねんて。白からピンクにグラデーションなっとんやって。あの上野動物園の時はさ、スカイツリーが見えて、天王寺動物園からは通天閣が見えるってええな。おお、なんかこっからな、爬虫類のコーナーに入んねんて。じゃあ行ってきます。早く行こうよ。おー、爬虫類どこ？爬虫類どこ？どう？おった？ワニおった。ワニおった？携帯落としたらあかんで。ちょっと来た来た来た。うわ、爪飛んだけど。おじいちゃんが帰る。ちっちゃいカメ。ここ何？可愛い。なんか可愛い。めっちゃ可愛いんだけど。そのままもう押していくんやな。ほらへんよ。謎の生命体みたいになっとるやん。すごいな。そういうこと。ここの下に甲羅があるんや。なるほど。ここで。でかー。いや、カバが一番怖いからな。仲良しやな。はい。ありがとうございます。美味しい。美味しい。で、くれんの？ここでおったおったおった。綺麗さんや。すごいな。うわー、すごい。わらの束めっちゃおもろいんやけど。わらの束買いちゃったよみたいな。ここやじゃん。見てくれた？何と可愛い服なんでしょうか。ライオンと、うん、すごいなこれ。
ミックス。ここら辺一帯すごいおしゃれやな。あれが天王寺駅。ハルカスが輝いてるわ。ここで天王寺動物園のお土産紹介をします。最後まで見てね。がはい、これです。天王寺ズーって書いてあります。まずはお土産というよりは、これは何ですか？ガチャガチャみたいな入れに入ってるなんかおみくじみたいなんで、当たりました4等です。これはね、レッサーパンダの久保屋の近くにあったレッサーパンダだけのくじ引きです。かわいいわ。1200円っていうね、ちょっと結構いいお値段するくじ引きなんですが、まあ、ポポちゃんが当てた4等っていうのが一番下のね、ランクなんですが、一番下のね、ランクでも、この大きさのね、レッサーパンダの人形がもらえるんで、普通に人形買ったらね、それ以上する場合もあるんで、もしね、お子様がね、これぐらいのね、大きなね、人形欲しいよってね、言った時はね、じゃあくじ引きしようぜって言ってみてはいかがでしょうか。もしかしたら、特等が当たってね、1200円ででっかいでっかい人形がもらえるかもしれません。次はこれでーす。これまたね、レッサーパンダのリュックですね。他にもいろんな動物のリュックがありました。これもちろんね、上にチャックがついていて、物が入れられます。これを背負ってる姿がね、めちゃめちゃ可愛いので、ぜひね、買ってみてください。じゃあ次はポポさんが一番お楽しみにしてたものです。ムディエバッグです。天王寺動物園オリジナルのグッズではないんですけれども、親子でね、色塗りできんでっていう白物です。ムディエするの好きやねんな。これ布用のペンが入ってます。ちゃんとマチ付きのトートバッグです。黒で縁取ってあります。ライオンって書いてある。関西ではライオンチャンネルっていうね、CM があるからね、たまに間違うの。ライオンチャンネル、ライオンタウン。ここで強そうなライオンにする。これね、製造元がね、沖縄やって。強そうな色は青系だから、こんな感じで。次は黄色のペンで塗ります。トコさんが色塗り頑張ってる間に、ママはじゃーん、うちはね、これをお土産で買いました。パッと見たらね、あれ、なんかチョコレートチップのクッキーかなって思ったんですよ。はじめ、オオサンショウウオの卵ゼリーっていうゼリーです。中にね、もちろん本物のね、サンショウウオの卵じゃなくて、イメージしたゼリーなんですけど、パッケージがすごないですか。でもね、値段が全然可愛くなかったんですよ。これ1個540円するんですよ。 YouTube してなかったら絶対買ってないわ。いいネタやから買えるけど、普通に自分だけで楽しむだけで540円する1個ゼリーとかもう絶対買われへんかった。だからね、 YouTube やっとってよかったなと思いました。粒々はね、タピオカらしいです。で、この周りのゼリーはレモン味とのことです。これみつりちゃんの髪の毛みたい。プルプルプルです。またこうプルプルです。これがオオサンショウウオの卵ゼリーです。じゃあいただきます。おー、美味しい。美味しいです。普通にレモンゼリーでした。普通にタピオカゼリーっていうよりもさ、あ、これオオサンショウウオの卵って言ったら面白いなっていうアイデアやん、全部。完成。めちゃめちゃ発色がいいです。このペンね、もちろんまだまだ描けるから、また再利用したいと思います。あ、天王寺動物園どうやった？楽しかった。レッサーパンダ。やっぱり。ママはね、白熊が暑かったので、ずっとね、プールの中でおもちゃでね、遊んでる姿がね、すごく可愛かったです。結構広いので、まあ、ポポちゃんより小さなお友達は、歩き疲れてね、最後抱っこ抱っことかになるとね、もうめちゃめちゃ大人も疲れてしまうかと思うので、もうあらかじめね、バギーを借りるのが正解かなと思います。では、これからも子供と行けるスポットや面白い列車に乗っていきますので、チャンネル登録、評価、コメント、よろしくお願いします。じゃあ次の動画まで、またねー。